皆さんこんばんは、鈴木千尋でございます。はい、こんばんは、番組アシスタントの沖水玲奈です。はい、すっごい久しぶりだよね。お久しぶりです。あら、元気にしてた？いや、もう元気もりもりです。もり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 です。本当にもう今年入ってから何かありましたかな、はい、なんかこうね、こういったことがあったよとかね。そうですね、なんか自分的に結構大事な時期が最近ありまして、うん、結構チャレンジの好きだったんですけど、うんうんうん、それを乗り越えて今なんか逆に何もなくなって、ちょっとどうしようみたいな心にぽっかりと穴が開いてる状態でお送りしてると。そうでございます。今もすごく緊張していて。そうなんだ。そうなんだ、うん、まあエビちゃんって皆さんね、コメント持ってますからね。 ありがとうございます、はい、まあ、楽しくやってみましょうよ。よろしくお願いします、はい。先週はシンフォニアから、はい、シーナ役の岡村さんに来ていただきましたけどね、はい、いやー、ザ・レイズのバレンタインの季節マーケットとか、はい、あとは6月のテイフェスのお話などたくさんありましたけどね、うん、はい、いやー、バレンタインなんかやった？バレンタイン、ここのアンバサダーチャンネルでキャスト公式配信っていうので、はいはい、うん、やらせていただいたのが、うんうん、私の中のバレンタインの思い出です。あ、なんか作ったの？なんかこうほら、男子たちにさ、はい、こんなん作ってきたよ、じゃあどうぞみたいな感じとか。作ってないです。作ってない。今年はバレンタイン本当になんか街の様子を見て、ただただ、みんな楽しそうだなっていう。なんかほら、友チョコとかね、女性としてそういったものあげたりするとかって話もあったりしますけど、はい、そういうのもないの？ないですね。あと今年はなんか自分用のバレンタインのチョコが流行ってたみたいです。うんうん、自分用に、例えば、じゃあ買ったんだ。買いました、買いました。買いました。それは買うんかい。買いました。買いました。ってことは自分自身にプレゼントしたから、はい、ホワイトデーはやっぱり自分自身に与えるわけ。そうですね、うん、自分でなんか用意しようかな。うん、そうか、はい。なるほど。はい。あとまあ、はい、6月フェスティバルもございますけどもね、はい、例えばこういった感じの、まあ、イベント、はい、エビちゃんがね、もしも自分自身でイベントをやれるとするんだったらば、はい、どんなことやってみたいですか？そうですね、うん、今までやったことないですけど、うん、歌ってみたいですね。お、うん、なんか自分、うん、その緊張しいなのに、うん、人前で何かするのがすごい好きで、はいはい、なので、うん、なんか歌とかやっぱやってみたいですね、はい、あとはやっぱ役者としてなんか朗読劇みたいな、一人朗読劇みたいな。なんか基本的に一人が好きなんだね。あー、バレてしまいました。なんかちょっと、え、人が嫌いかい？じゃあ鈴木さんもぜひよろしくお願いします。あ、俺かい？俺はね、きっとね、高いよ。あ、やばい、用意しなきゃ。今もう166名の方はね、見てくださってますけどもね、例えばなんか歌とかさ、そういう朗読とか、はい、でも人前でやっぱり表現するみたいなのは昔から興味があったの？そうですね、昔からやりたがりのくせにこう、うん、立ってみたらダメっていう、うんうん、立ってみたらダメ。なんかネガティブな着地が多いな今日は。なんかもうちょっと緊張しててやばい。そうですよね、やっぱそうですよ、ね、前向きにいきます。そうですよ、前向きで頑張ってください、はい、ありがとうございます。番組最初のお知らせからいきましょう。はい、はい、どうぞ。今日のクエスト報酬は画面に出ているこちらでございます、うん、ルームアイテムワンワンパジャマリタやアバターアイテム着物エステル風衣装など、うんうん、復刻アイテムもりもりのラインナップとなっております、うんうんうん、報酬は投げたエールの貢献度数でもらえる内容が変わるポイントクリア制となっております、はいはい、入手貢献度については左下のメニューボタンから報酬タブをタップ、うんうん、そして、クエストというページから確認してください、うん、たくさんエールを投げてゲットしてください、はい、あとですね、うん、エールは画面下のアイテムボタンから確認や交換、購入が可能となっております、はい、テイルズの術技やマスコットのエールなどいろいろとありますので、はい、ぜひぜひゲットして投げてください、はい。術技って読むのかな、もしかしたらね。術技、術技、術技、失礼いたしました。術技って確か読むはずだね。失礼いたしました。そうそう、もうやだもん。あ、三日坊主って書いてあるけど、なんか三日坊主なの？なんか、そうそう、エビちゃん、なんか三日坊主のエビって書いてあるけど、なんか三日坊主、あんまり続かないわけ？ダイエットとかですか？あ、ダイエット。今までで一番長く続いたやつはなんかないのか？一番長く続いたの。そうだよ、オープニングトークやっぱ喋った方がいいからね。そうですね、一番長く続いたらそうですね。そうだよ、そっか、ここが一番出番なんだからさ。やっぱ生きるってことでしたね。生きる生きるって生きるか。おお、そうだな、俺も頑張って生きてます。人生、21年続けてきました。まだ21年じゃない。21年続けてきました。毎日を頑張ろう。これからも頑張って生きてください、はい、皆さんも生きてください。生きてください。なんのこちゃん。はい、ではタイトルコールいきましょう、はい、皆さんもご一緒に、はい、せーの、テイルズオブアンバサダーチャンネル。はい、こんばんは、アンバサダーテイルズオブジャビス、ルーク・フォン・ハブ役の鈴木千尋です。そして、はい、アシスタントのオキエビス・レイナです。さあさあ、今回のゲストの方をお呼びしたいと思います、はい、この方です。どうぞ、いらはいらはい、お願いいたします。お、来た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 。あー、なんかアタックしてる、エビちゃんにアタックしてるな。はいはい、ラピード持って現れたよ。わーい、また来ちゃった。また来たのかい。うん、しばらく時間が経ってるけどね、はい、皆さんにちょっと一言くださいな。はい、こんばんは、マンジャラ
こんばんこんばんマンションどういうこと？こんばんアンバサダー。アンバサダー。うん。テイルズ・オブ・ベスペリアの森永梨花です。ギター役を森永梨花です。イエーイ。また来たでーす。よろしくどうぞ。今日もラピードと一緒。ね、エロ投げとるけどね。はい。さあさあさあ、じゃあ今日もよろしくやっていきましょうね。お願いしやすだ。お願いしやすだ。はい。さあ参りましょう。教えて、うん、テイルズトーク始まりました。さあ皆さんからね、ラピードかわいい、また来てくれてありがとうございます。鉄板じゃ。うん、鉄板じゃ、はい。ラピードがいいよね、これね、ちょっとね。そうなんです。ちょうどなんかこう、顎乗せにいいのかな、顎乗せに。そうなんです。ね、もういつもこうやって。なんかいいね、で、ちょっとね。ちょっとゲームするのちょうどいいよね、これ、ね。そう、ゲームするのちょうどいいし、なんならちょっと後ろ透けちゃっている。ラピードちゃん、ちょっと。黒巻と同じ色なんだね。確かにね、こう、うちのね、ミュウってやつもやっぱブルだからね、ちょっとね、スケスケの状態になりがちなんですよ。ちょっとね、テイルズキャラクター好きがちだよね。まあ、カラーリング的にね。そうなんだよね。うん、そうだね。母さん、なんかすごい久しぶりということで、はい。リカちゃん前回来たのはね、2019年の7月ということで、第67回、半年以上ぶりだったよ。あらまあ、なんかちょっと連続でポコポコと出たりとかもしてたけど、それからちょっとご無沙汰だったんですよ。そうだね。ご無沙汰しておりました。ご無沙汰しておりました。なんか去年どうだった？なんかこう、ね。まあ7月からも夏からさ、秋冬かけても春入りましたけども、この半年なんかあった、こんなことあったぜとかなんかね。あ、そうそう、だから、うん、あのベスペリアの舞台がとにかくまずあった。あ、そうだね、一個すごい大きい、うんうん、私の中の、はいはい、自分が出てるわけじゃないんだけども、うんうん、自分のタイトルが、うん、舞台化されたっていうのが、はいはい、でかいなぁと思って、うん、そう、そこら辺の話はね、今日たっぷりやっていこうかなと思うわけですよ、うん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 、それ以外？それ以外、それ以外何でしたっけな、何やってた？そうだね、舞台の演出をちょっとやってみちゃったりとかして、そう、月食歌劇団的なやつでしょ、ワコードたちを、あ、行ってこい、こっち、こっちだよ、ベテラン、ベテラン女優が、ここ、うん、ここに立つんだよ、うん、ここまで吐けるんだよ。ざっくりしてんな。もっとでもちゃんと言ってるんでしょ。でも演出ってさ、うん、あれ前もやってた、昔やってた。全然やってない。歩くつもりなんてどこにもなかったよ。だってもともと演出家の方はしっかりいらっしゃる時だもん。そう、そうなんだけど、うんうん、その演出家が不在になっちゃって、うん、言ってたね、これできるのってなったら、なったから、あ、うん、やってみっか。やってみっか。だって、俺やってみっか、下手すると一番古いの。そうですね。いわゆる劇団の中では、財団歴はもう何年なの。ね、今年で多分99年から入ってるので、うんうん、99年からも20年、え、1999年9年から入ってるから20年、おーおー、すごいねとかになっちゃう、あれまあれまそれもう大ベテラン女優だ、どこにで年取った、でなんかそう言って結構な人数でなんか舞台演出やってどうだったの、やっぱりこう、やっぱり私演出も向いてるな、いけるかもしんねえなとかと思った、あ、なんか役者とかとは違う達成感っていうか、うん、嬉しさがあって、うんうん、私絶対、うん、飽きちゃうと思ったの。同じ作品を結構いっぱいして、うん、本番なんて見てらんないわと思って、寝ちゃうわって思ってたんだけど、うんうん、意外に自分がこう作ってる作品は寝ないってことで、うんうん、寝ないっていうか飽きないっていうか、いつまでも、なんか、うん、あ、こうしたい、ああしたいっていうのが欲が出ちゃうっていうか、うんうん、もっと良くしようとか、うんうん、こんなところが弱点だったかっていうのが急に見えてきて、直そうとしたりとか、だからなんか急に演出家とか学校の先生とかが無茶ぶりこいてくるのは超わかるって感じ、今となっては。逆の視点がわかったからね。そう。へぇー。そうなんです。それはすごいありがたかったです、ね。あれ、はるかさんからノルミン大集合いただきました。ありがとうございます。ノルミン、ノルミン、ノルミンダンス。コンテンポラリー、そうコンテンポラリーバージョンだとおそらくね、のごすごいんでしょ、やっぱ全然こんな、こんな、こんな感じの、ちょっと教えて、教えて、俺コンテンポラリーやったことないから、なんか大地、大地から、はい、大地から、大地からエネルギーをもらうみたいなこと言ったら、大地関係ないんですって何言われて、あれと思ってそうなの、そう、でもなんか、くんちゃんなんかやってくれました、そうなの、綺麗な感じの、くんちゃんもね、ダンスもね、そう、上手な感じで、そうなんです、そうか、そうか、のるみありがとうございます、ダンスいただきました、そうそう、なんとなくフラッと戻りますが、はい、なんかツイッターで、テイルズ・オブ・ザ・ステージ、光と影の正義を、エステリアクの中原ちゃんと見たということでね、なんかそんなことがあったみたいですけども、そうなの。どうだったのよ。いや、もうね、振り返ってみて。
そうなの。まずね、うんうん、劇場にね、舞ちゃんがたどり着かないっていう事故が起きて。嘘、え、それわかるでしょ。本当なんでなんで銀河劇場まで舞ちゃんたどり着かなくて、来ないなと思ってたら、うん、道行く方に連れてきてもらって、ね、うん、まあ、確かに銀河劇場って、どこまでお姫様なんだよ。確かにちょっとね、まあ、あんまり、複雑ではないけど、面倒っちゃ面倒だもんね。上のところちょっとこう、うーつって上がってってさ。かっこいい道じゃないですか、あそこって。わかるわかる。かっこいい。うん、町だから、うん、かっこいい町分かんなくて、私も分かんなかったんですけど。誰についてきてもらった？なんか、本当に近所のおばたまが、うん、あなた迷ってるでしょみたいな感じになって、うん、迷ってますってなって、うん、そしたら、うん、連れてってあげるって言って、本当に手前まで連れてきてくださる、すごいいい人がいて、ね、まずそこからスタート。それだけでもなんかワンポイントゲットよね。そこからスタートだった。なんと銀河劇場周辺にはいい人が住んでいるってことが分かり。うん、それでそれで、なんか行きました。はいはい。そう、で、舞台自体はもう、うん、なんかもうさ、縦が、ただでさえ、ユリローエルって左利きで、うん、で、主人公の吉沢くん、うんうん、に聞いたら、はいはい、うん、彼は右利きなんですって。確かに。で、どう、ね、練習したのって言ったら、うんうん、すごく練習しましたって。うんうん、なんて、かわいいんだ。なんてかわいい。立派やーって思って、うんうん、でも、リタが、すごいリタだったんです。見た人いる？結構見たんじゃない？リタ超リタだったよね。皆さん、なんかご覧になった方はね、書き込みしてほしいですけどね。びっくりしたよね。で、足超長いんですよ。そこか。そう。まあ、確かにスタイルすごくね、やっぱり、そうですね。すごい長くて、うんうん、リカね、階段撮ると、うん、階段のところで写真を踊り場で撮ったんですけど、リカが一段乗らないと、みんなの身長に合わなくて、すっごい差になっちゃうね。だからリカだけ一段乗っかっても、そのリカちゃんは腰の位置が割と同じぐらいで。すごいよね。もうでもほんと、前も千尋さんの作品の方も見させていただいた時も、わ、本当にゲームの世界から、出てきたっていうか、なんかこう、なみなみならぬ思いと気迫を感じたなっていうふうに思ったんですけど、デスペリアの方も、結構負けじと、みんななんか食らいついてくれてて、このなんか超コアなね、愛が止まらないファンの皆さんを、どう納得させるかって自分が本気でやるしかないじゃないですか。確かにね。そうだからそれがすごい伝わってきて、見ていても私が安心したっていうか嬉しかったですね。そういう作品だったらやっぱ踊ってたしね。そうですよ。なんかね、皆さんのコメントも結構見てくださってみたいでね。嬉しい。リタの映像の動きがリタでした。そう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 。なんかヒラヒラって帯をヒラヒラって。ああ、うん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 。ブンバチンみたいな感じ。うんうん、僕ね見ましたよ。あ、ベスペリア見に行きましたよ。やっぱ銀河劇場っていい劇場だなと思いながら、ね、うん、でやっぱりなんか前回の時ってどうしてもまあ言ったんだけど、まあ終わってからね、うん、まあお偉いさん方に喋った時に、うん、どうしても自分が出てるっていう作品だから、うん、こうなんか安心して見ることができなかったんだよ。心情的に入っちゃうから、いろいろこうなんかもう、はーってなってたんだけど、うん、でも今回はベスペリアは、やっぱりまあ言ってしまえばコリちゃんがね、メインのお話の分類で、うん、もう普通にお客さんとして楽しめる。あー。うん、うん。うん、そうそう、それがやっぱりね、あったし。それはある。あともう、レイブンのね、役の方が竹本さんそっくりっていうね、あれも、竹本さんゲストの時もいらっしゃった時もね、お話したんですけど。遅いの今日。え？いないか。今日いないんじゃない？さすがにいない。いないいないいないと思うけど、でもさ、いや、すごいなって、皆さんのね、再現率もすっげえ高かったし、あとプロジェクションマッピングがめっちゃパワーアップしてた。ああ、確かにそうでしたね。そう、去年はそんなに多くなかったんだけど、今年は本当になんかゲームっぽい感じの演奏がたくさんあったから。そうなんです、そうなんです。それが良かったなと思って、もうずっと泣いてた、正直。あ、そうなんだ。前が見えない。ああ、前が見えなかった。もう嬉しいのと感動したのと。舞ちゃんはどうだったの？一緒に見ててさ、反応っていうかさ。すごい、わーって言ってた。ヒステリーセが、本当に、すごい可愛いし、こんなにお芝居も素敵で、何にも言うことな
いみたいな感じで、うおーってなってて、ちょっとこう、二人とも、オタクっぽくなって、完全に押せるみたいな感じ。なんか、エステリーゼ、前ね、本人が結構声が似てるっていうか、喋りの状態もさ、横浜ニアで発表になった時に、楽屋でみんな、うわ、すっげえ、めちゃくちゃ似てるって。そう。でもなんか本人と、スカイっていう状態でおしゃべりしてても、あんな感じだったから、エステリーゼっているんだなって。実際にね。現世にいたわ。いたわと思って。そう。舞ちゃんもでも割とああいう喋り方じゃないですか。あ、そうね。うん、そうね。確かにね。ちょっと、トゲがすごいだけで。ははは。ザンって。一回それはわけわかんないねーって言ってきたりとかする。あ、確かにあの、小野坂さんのあしらいがね、そう。アシスタントとかすごいから、小野坂さんが怖いわ。すごい、鋭利な歯みたいになってて、まさやさん怯えるっていう。そうそう。あのコースがね、だいたい面白かったんだけど。そう、でも私最高に好きだったんだよ、みたいな。あの、温度差がね。そう。もうほんと。スンとね。そう。走ってきてる。柔らかくはさってきてる。そうなんだからすごい好きだったんですけど、ほんと、素晴らしい作品だったので、次もなんかね、どんどん続いていく。そうですよね。まあ、なんていうんですか、あの、アビスの場合は、外伝的に、アーシーのストーリーが変わりましたから、ベスペリオンはもしかしたらね、外伝展開とか、ね、その後のストーリーとかあるんですかね、わかりませんけどね。あるといいですよね。うん。お願いします。はい、皆さんもね、見ていただいてありがとうございました。はい、はい、はい。他にもね、情報的には、遊びストアのカスタムブレスレット紹介動画にも、なんか、ゼロス役の小野坂さんと二人でご出演いただいたということでございまして、動画視聴と受注の期間は終了しておりますが、3月末からお届け予定ということでございます。申し込みをしたって方は申し込みね、お待ちくださいませ。お待ちください。どうだったの？なんか結構大変だったのって。そうそうそう。そうなの。ビバ君の中の人も言うこと聞かないですし、超偉い人なんですけど、リカも、なんか台本どちらかってよくわかん、見てる場所がどちらかあるから、進行もよくわかんなくなり、小野坂さんが、まさやさんってやっぱ素晴らしいで、司会も何でもできる素晴らしい方です。ずっとやってるからね。はい、もう、ね、またかこの目に合うのかっていう。カオスの展開紹介をもう、ね。TFSの、なんか司会コンビみたいな時の。そう、アシスタントでもよくやったよね。そうなんです。でも、結構前だったもんね。結構前に、できるかどうかわかんないけど、頑張るって言って。受けてみようぜって。受けてみようぜみたいな感じで、受けちゃったらとんでもない感じになったんですけども。自分で言っちゃってるけど。はい。なんか自分でも本当、まさやさんにもごめんなさいって言いましたけど。なるほどね。そう。だけど、コパ水にいろいろなったけど、でもなんかね、ブレスレット超可愛いんですよ。ほんと、間に合えばくっつけてきたかったんですけど、まだ私の元にも届いていないので、今度出る時には。もう少しでね、届くと思いますけどね。なんかそういう展開をいっぱいしてほしいなって思ってます。あとフェスティバルの話がありましたけどね、今年もね、やりますけどね。出るぞ出るよ出るよ俺も出るよ出るよリガちゃんの出演は2日目の6月14日日曜日でございまして、そう日曜日。今年のテーマなんとね、テイルズオブシリーズ25周年を皆さんと一緒に祝うということでございます。すごいよね。すごいね。はい。応援がテーマだからね。そう。すっごい応援するわ。応援してよ。なんかさ、応援とかってさ、なんかほら、まあ応援団があったりとかさ、学生の頃あったじゃん。なんかそういう応援系のものっての、自分は結構参加してる方だ。それともあなんかは旗から見てて、みたいな感じだった。いやもうめちゃめちゃ参加する派です。大型だもんね。めちゃくちゃ頑張る方ですね。あおっと。はい。もうみんなで楽しくやろう。なんか。ハスに構えてる時期は多分ね、小学校1、2年ぐらいの時にちょっと恥ずかしがる時期があったんですけど、シャイな時が1年生で、多分それぐらいの頃にあった気がしなくもないんですけど、あとはもう、行くぞお前ら、うおー祭りだ祭りだみたいな感じで、じゃあ今年のテーマぴったりじゃん。ぴったりです。もうみんなでも男塾みたいになってくるんでしょ、応援ってことは。ザーッつってドーンドーンドドドンドンつって、もう宇坂さんとかももうすごい。すごいことだよ。もう、そういう組入ってるんでしょうね。5メートルぐらいになってくるかもしれない。人じゃない。ジャイアント小野坂になる。そう、なんかすごい楽しみにしてるんです。楽しみでしょうね。はい。ね、楽しみしてください。応援しようね。はい。以上、教えてテイルズトークでございました。続きましては、こちらのコーナーに参りたいと思います。参りましょう。パブリケのお言葉だ！始まったよー！さあ、こちらのお言葉コーナーでございますけどね、前やったよね。
なんとなく、あ、覚えてないね。今、わかりやすくフリーズって書いてあるごめん。さあ、お言葉でございますよ。言えればわかる。はい。このコーナーは皆さんからのお便りに、ルークと足が励ましたりとか叱ったりするような、まあ、お悩み相談コーナーでございます。はい。そうだぞ。はい。じゃあですね、はい、やっていこうかなと思います。まあ、ルークカモンと言ったら、ルークが出てくる、アシュカモン言ったら、アシュ出てくる、リタカモンって言うと、リタが出てきます。やってみましょう。はい。じゃあ、ハンドルネーム、ヨモギさんからいただきました。ありがとうございます。はい。関さん、森永さん、コンバサダー、コンバサダー。だー。最近仕事がうまくいかなかったり、リアルイベントが延期や中止になったりと嫌なことが続きでね、ついつい家事などはやるべきことを放ってゲームやらに逃げてしまいます。わかる。サボらずやる気を出せるようにどうかお叱りか励ましの言葉を頂戴したいと思います。なるほどね。まあ確かにね、嫌なことがあったりすると、まあゲームやったりとか、なんかそういったストレス溜まるとさ、なんかこう自分でストレス解消でやることってなんかあったりする？ね、うん。もうね。うん、もうね。猫、うん、猫、猫をこう、ただひたすら猫、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 可愛がるね、ずっと。そうですね。やったりとか、うんうんうん、もう、ああ、もう自分できませんでした。あ、丸みたいな。丸みたいな。ちゃんちゃんみたいな。自分でオチをつける。そう。大事ですね。もう諦める。なるほどね。はい。じゃあまあ、励まし系かな、うん、じゃあ、ループ読んでみよう。ルーク、カモン！出ました。うん、じゃあ行こうかな。はい。おい、よもぎ！サボってもきっと、ガンガンやってくれんぞ！おめえは悪くねえ！じゃんじゃんでございますね。うちのもう、執事のガイは万能なので、何か困ったらガイ、何か困ったらガイというふうに、私はこのルークはね、そういうふうに生きてきましたので。うんうん、優秀な男だ。優秀ですよ。一人そういうね、こう、執事的な人がいてくれると助かりますよ、ね。そうですね。うんうんうん。よかった。じゃあ、リタッチもね、お願いしますよ。はい。はい。リタカモン。はい。リタカモン！うん。まあね、ヨモギ。あんた何もやってないかもしれないけど、残りはガイがやるって。じゃんじゃん。これ、ベスピレとアビスが今ね、すごいコラボレーションですよね。そうですね。そっちの方いないの？なんか俺やってくれそうなさ、面倒見のいいキャラクターってのは。面倒見のいい男といえば、うん、フレンという男がいるんですけども、うん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 、面倒見がいいっていうかね、うんうんうん、ちょっとね、うんうん、違うんだよね。なんつったらいいんですか？違う、方向性が違うの、ね。面倒見の方向性違うんだっけ？なんかね、うん、なんかちょっとね、うん、違うんですよね。違うんだ。頑張ってくださったりとか、うちらのこ、うちらっていうかまあ、主に、はいはいはい、ユーリとかエステリーゼなんですけど、うんはいはいはい、気にかけてはくれるんですけど、うん、なんか、うんうん、なんかちょっと違うんだよね、みたいな、そういうリタ的には思って。頑張ってるんだけど、頑張ってるな、は伝わってくると。はい。それ効果をもたらすかっていうと、また話は違うっていうパターンで。はい。まあでもね、なんだかんだ言って面倒を見てくれるのはおっさんっす。ああ。私の、リタの身の回りの面倒を見てくれるのはきっとおっさんに違いない。確かに。おっさんとカロル。うん、ああ、なるほど、はい。この間の舞台でもひょうひょうと現れちゃうね。そう助けてくれたりとかするやっぱりね。そういう男です。ああ、いいですね。素晴らしいです、うんうん。はい。よし。じゃあもう一ついっちゃおうかね。はい。はい。ハンドルネーム、トリートさんからいただきました。鈴木さん、森永さん、こんばん、アンバサダー、こんばん、アンバサダー。はいはい。最近ね、いろんなウイルスの影響でイベントとかね、うん、中止になったり延期になったりしてますよね、ということで、うん。はい。この騒動が収束し、安全にイベントが行うことができるように励まし、ウイルス撃退の喝を入れてほしいということになります。はい。はい。PS、リタのサイン入りの内輪が当たりました。テイフェス開催時には持参します。おう、よかった。おめでとうございます。やったねー。はい。じゃあね、これをね、こう、蛇を払う状態でね。うん。じゃあこれアッシュかな。はい、アッシュズバッと切ってもらいましょう。はい。アッシュカモン！いましたね。めっちゃ怒ってますね。うん。行きましょう。おい、トリート。ウイルスは俺が倒す。くらえ！俺が、名称山！このクズだ！最近このクズが使えなかったんですよ。いろいろ心折れそうなんで勝つよって言うと、ちょっと追い込みかけちゃうんで。あ、なるほどね。久しぶりにそのまま使いました。あ、素晴らしい。確かに。マジクズだからな。ね、マジクズのウイルス野郎ね、ぶった切ったほうがね、こんな名称なんですよ。ブチブチやろ。ブチブチやろ、ロロ。ブチブチやろ、ロロ。あ、ぷかぷか。柄が悪いよ、柄が。じゃあちょっとリタッチちょうだいよ。はい。なんだろう、なんだろう。
なんだろう、なんだろう。はい。じゃあ、リタ、カモンで。はい。リタ、カモーン。あ。ウイルス、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 ダーもううるさい、私が作ったブラスティアで全部なくしてやるんだからと言いつつ、ファイアーボールシュワー。あ、ウイルスが今消えたね。消えたー。いや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 。きっと熱に弱いよ、あいつら。なるほどね。ほら、アルコールとか効くのがいいからね。そうそう、あと水でも一応洗った方がいいっていうからね。飯ってしまえばいい。あとなんかこまめにちゃんと水分取るとね、胃酸で溶けるっていうのが消えると、そうそうそうらしいですよ。まあ、はい。じゃあちょっと水分取ったらみんな、ね、はい、買っていきましょうね。くださいませ。はい。ファブリックのお言葉では皆さんからたくさんのお便り待っております。ルークに励ましてほしいこと、アッシュに叱ってほしいことを書いて送ってください。以上、ファブリックのお言葉でございました。またねー。ファイアーボール。ファイアーボール。どうかな、画面なんか面白いのあったか。あー、なんかエールを飛ばそうとしてるね。ノルミン、ノルミン、はい、飛ばしておいて。はい。さて、やってまいりました。公式配信ステージのお時間でございます。手元にある表情で生スキットをやっとく前に貢献度ランキングを発表しましょう。3位は、リップスさんです。おめでとうございます。はい。2位は、月夜さんです。おめでとうございます。はい。はい。そして1位は、はるかさんでございます。おめでとうございました。はい。さあ、久しぶりにね、このね、生スキットやってけども、うん、もう大丈夫でしょ、なんとなくね、うん、うん、はい、顔、なんとなく見てね、これはボールで、はい、そう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 、はい、はい、じゃあやっていくよ、はい、はい、では張り切ってまいりましょう。テイルズオブアンバサダーチャンネルスキットスタート。じゃあ僕からいきますよ。はい、はい、母上の新しい寝具を俺に選んでほしいって言われてもな、長く寝ても疲れないやつがいいんだろうけど、うん、どれがいいかなんてわかんねえっつーの。あ、ルーク、あんたなんでこんなとこにいんのよ。あ、リタ、お前こそなんでこんなとこに。先に質問したのは私。父上が母上の寝具を新調したいから俺にも選べって言われたんだよ。二人から送る形にしたいんだっつーの。はあ、私はクッションを買いに来たんだけど。あ、ちょうどいいわ。私にはどれがいいやつかわかんないし、あんたが普段使ってるのだったら問題なさそうね。どんなの使ってるのか教えてくれない？研究で長時間椅子や床に座ってると、もう一息ついた時に足腰がバキバキになるのよね。なんかそれ今更じゃねえか。あ、なんでよ。いや、だってよ、お前研究しっぱなしで資料山盛りの机に突っ伏して寝てみたり、機材がとっちらかった床で気絶してるみたいに寝てることがあるって、カロルとレイブンが笑っていって、あっ、やべえ。うわ、あいつら、余計なこと喋ってんじゃないわよ。まあ、なんか、掃除も寝るための移動も時間がもったいないわけよ。体が痛いと作業に支障も出るから、改善することにしたの。あ、おまあまあ、急ぎじゃねえし、屋敷にあるやつを教えるくらいなら構わねえけどよ。はーい、決まり。それじゃあ早速、売り場に行きましょう。じゃんじゃん。ねえ、ああ、もう久しぶりだけど、もう全然問題ない。食べてる？なんで食べてんの？お腹減ったの？もう食べてる。リタ食べてたね。食べました。すいません。さて、今回はリタと二人でクッション選びをいたしますよ。うん。報酬の入試貢献度につきましては、左下のメニューボタンから報酬タブをタップ後、クエストタブでいつでも確認が可能でございます。エールは画面下のアイテムボタンから確認や交換、購入が可能でございますんでね。上位目指してたくさんエールを投げてください。さあ皆さん、エールの準備はよろしいでしょうか。ここでズバッと使ってね、参りましょう。うん、テイルズ・オブ・アンバサダーチャンネルステージ、スタート。さあ、また行くよ。はい、はい、もうね、はい、8ページのところのね、リタから行くんだよ。はい、そこで、はい。うん、はいはい。はい、あ、何これ、でっかいねじりパン？あ、これもクッションなの。何これ、バカっぽい。あ、ねじりパンってお前、クロワッサンだろ。あ、こっちは動物の形の抱き枕か。手足とかよくできてるけど、寝るのに邪魔そうだな。あ、リタ、これ買ったら面白いんじゃねえか。あんた、
邪魔だって思うもの進めんじゃないわよ。面白いものじゃなくて使い心地がいいのを探してんのよ。冗談だ冗談、うん、屋敷で置いてんのは店の奥に展示されてんだってよ。さあ行こうぜ、うん、ダンダン、うん、いいね。へい、クロワッサンねじりパン、ねじりパンねじりパンでちょっと可愛いよ。ねじりするからな。はいな、はい、さてさて、ゲームの画面見つつですね、一問一答いきたいと思いますよ。はい、寒い時あったかいよクッション。ああ確かにね、そうだね。なんかこう、うん、お腹のところにこうクッション当たね当ててるといいですよ。今ちょっとあったかいでしょ。うん、そうあったかい、安心する。いいですよね。うん、うん、腹筋はちぎりパンですね。腹筋は確かにこうちぎりパンみたいな感じだったけど、ね。腹筋はちぎりパン。ああ。ルークの腹筋がちぎりパンみたいになってる。ちぎりパンだ。そうそうそう。ちぎりパンだ。ね。はい。さてさて一問一答いきたいと思います。もうボスのステージになってる、早いな。あすごい、ルークは過去の誘拐事件がきっかけで屋敷に軟禁状態でした。うん、そうでしたね。そのため剣の稽古は唯一の趣味でしたが、もし皆さんが一つのことしかできないという状況になったら何を選びますか。ですね、一つのことしかできないよってなったら何をするかも。ガーデニング。ガーデニング、あれガーデニングの趣味だったっけ。なんか、うん、庭さえあれば多分やってる。あ、例えばどんな感じのガーデニングだったってさ、こうレンガ積んだりとかさ、なんかアーチを作ったりとかさ、そうそうそう、なんかあれでしょ、ね、うんうん、植えたりハーブ育てたりするの、うんうんうん、なんかいい、ね、だってもうこれさ軟禁状態でしょ。そう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 、絶対さ飽きちゃうじゃん、うん、飽きますよね。伸びるものとか形が変わるものとかじゃないと、確かに、うん、おーってなるから、うんうんうん、なんか育つものですね。あ、いいかも。なんかうちの実家おじいちゃんがね、うん、もう亡くなっちゃいましたけど、昔あの盆栽をたくさん作ってたんで、素晴らしい、ね、盆栽の世話とかってなんかね、あの面白いなーと思う、ね、なんかもう形にね、そうそうやってさ、じわじわしていったりとか、うん、切ったりとかさ、まあ、衣作ったりとか、素晴らしい芸術の世界、うん、そうそうそうアートですね。そうそう、切りすぎちゃって怒られちゃってね。あら、バチみたいな。どこまでいいかわかんないよみたいな。すごい。小学生だか分かんないけどね。盆栽すごい素晴らしい。あれなんかもうボス倒しちゃったって。あら、さああっという間にもうねエンディングスキットに入る感じでございます。今日早いね、そうそう言ってますね。はい、じゃあ行きましょう、はい、9ページリターからお願いします。はい、行きまーす。はい、どうぞ。はーい、よし、適度にふかふかだし色もいい感じじゃない、これに決めた。はあ、やっと決まったか、ようやく解放されんぜ。うん、会計してくるから適当に時間潰してて。あ、放送してもらうからちょっと時間かかるかも。あ、放送って自分用なんだし別にいらねえだろ。だよ、プレゼント用だったのかよ。今エステルが子供用の施設に寄付する絵本を書いてるのよ。すげえじゃん、あいつ話書くの好きだもんな。それでここのところずっと机に向かってて、私は缶詰作業なんて慣れてるけど、あの子はそうじゃないし。それであいつのこと心配してんのか。夢中で俺まで書いてバキバキになってそうだもんね。別に心配とかそういうんじゃないわよ。何よ、何笑ってんのよ、こんな。うわー、ちょ、バカ、店内で術使ってんじゃねえよ。うわー、だうるさい。うわー、照れ隠しでもひどすぎんだろ。なはー、じゃんじゃん、おかしいなぁ、ルークはウイルスじゃないんですけどね。燃やさないでほしいですね。ファイアボールかましまくられた。大切に扱ってくださいね。さてさて、公式ステージのランキングの変化発表してまいりましょう。3位はリップさんです。おめでとうございます。おめでとう。はい、そして2位は月夜さんです。おめでとうございます。はい、そして1位は、はるかさんです。おめでとうございます。さあさあ、久々にやってみてどうだったかね。はい、うんうんうん、もうさ、これが原因でね、うん、リカ毎年テイフェスでルークと絡むの安心できるんです。ほっとしますよね。そうなんです、多いよね、確か絡みね。そうなの、うんうん、結構なんかこの、うん、なんかこうきついリタに対してのんきなルークっていうコンビがよく見かけられるので、うんうんうん、ちょうどいいバランスなんでしょうな。そうなんです、私はすごい安心します。月夜さんと同じゲートから出てくるだけで。確かにね、あ、いたいたって感じだもんね、うん、絶対間違えてないと思うし。そっちの方それもあります。あるんだ。なんかもう一人でこっから出てきてくださいねってなると、もう、うん、はってなって、舞台
でやってるから大丈夫なんじゃないの、手分け関係なんか。いやもう関係ねえ関係ねえ、俺は関係ねえ関係ねえ、もうびっくりしちゃうんだびっくりしちゃうんだ、俺びっくりしちゃうんだか。そう、よくあのリハーサルも結構いっぺんにみんな散るじゃないですか。確かに多いからな。そう、多いから、その時もなんでか知らないけど路頭に迷うんですよ私。あ、ほんと？なんか担当者さんが急に他の方ついちゃっていなくなっちゃったりとかして。あ、ほんと？あれ？あれ？ポカーンってなってる。これちょっとね、舞台監督さんの説明より早いよ。嘘先んじても行っちゃうから、こっちですよねっつって。あ、そっちです。すごい。ほとんど説明しない状態で終わっちゃうのね。え、素晴らしい。あ、そうですよねっつって。それを一人譲っていただきたいぐらい。もういつも。俺の分身がいたらおそらく。取り残されて、ってなってるから。今年も同じゲートあったらいいかもしれないね。はい。はい、ありがとうございます。願います。はい。さて、終了までまだまだステージございますよ。逆転できる可能性は十分あります。上位目指して頑張ってください。以上、テイルズ・オブ・アンバサダーチャンネルステージ、リタとクッションでございました。来週も一緒にプレイしましょうね。お楽しみに。ケンティのライブビーツ。クイズ大喜利予測変換。占い記念日運試し。気になった方は、テイルズ・オブ・アンバサダーのケンティこと茂木ケントがお送りするケンティのライブ&ビートをチェック。テイルズオブシリーズのことから日常のことまで、いろんな企画で僕と一緒に楽しい時間を過ごしましょう。俺と一緒にスリル満点の大冒険に行こうぜ。テイルズオブニュース始まりました。わー、お次はニュースのコーナーでございまして、あらあら、サメ島くん、はい、ね、はい、登場しましたね。よろしくお願いいたします。こんばんは、増田サメ島たつきです。はい、お久しぶりでございます。お願いいたします。このコーナーだけですからね。はい。一生懸命喋ってね。一生懸命喋ります。被ってこない。消す消す。消すこのコーナーだから。ああ。唯一の出番だから。そうそうそう。ここ大事大事。もうエビちゃんも大丈夫？もう緊張はもう解けた。もうベリーグーです。ベリーグー。緊張ベリーグー。斬新。まだ緊張してますね。はい、緊張します。すいません。嘘つきました。だってここからはね、自分たちで台本考えて、で、ちょっと発表するっていうコーナーでございます。あら、そう。そうなんです。発表コーナーですよ。発表コーナー。発表コーナー。いや、ちょちょちょ。いや、そうです。見てていいから大丈夫。はい。じゃあ、いきますね。はい。じゃあ、お願いします。どうぞ。はい。はい。うん。おや。これはこれは。今日はピティちゃんとなんだね。こうしてお会いするのは初めてだね。嬉しいよ。あなた、ね。僕はネイトだよ。もう二度と僕を忘れられないように。よーし、ネイトさん、一緒に頑張りましょうね。どうぞよろしくお願いします。うん、その純粋な瞳がなんだか眩しいよ。はい、ちゃんちゃんです。ということでございまして、はい、え、何これ大丈夫、なんか意図があったんだよ。聞いてみようじゃないか。これはさ、どっちが考えてどんな感じの意図で作るんだろう。あ、今回私が考えたんですけど、実は私がやってるピティちゃんと鮫島さんがやってるネイト君が掛け合うのを、2人で掛け合うのが初めてなんですよ。そうなんです、だからこんな感じになります。本当に意図して意図して、なんか初めて会って、で、なんだ、ネイトがすげえもうなんか超格好よくセリフを言おうとした時に、はい、ピティが思いっきりセリフ潰して入って、そうですそうです、しかも結構早めに食い気味に、そうですそうです、大食いしてました。そうだよね。うん、それでなんかピティが押し切って、で、ネイトがなんかちょっとそのキラッとした人に眩しいぜっていうところで終わるという、はい、そうです、ちゃんちゃんです。さて、どうですか、下宿かゆうたん。リカちゃん、どうですか。リカはね、ピティの気持ちがわかる。おー、ピティの気持ちがわかる。それどういうこと。う、うん、2回ぐらい会ってんのに覚えられない。はー、すごいわかる。そもそも論。そう、あ、だから、ね、うんうん、ねって言えば合ってるかな、うん、みたいな。あー、あれ、あ、そうみたいな感じで、わかるぞ。私、そういう話じゃない。そうです、私もそのタイプなんです。私、そうだ。これ、エビちゃんは何型ですか、血液。私、B 型です。B 型 ?O 型 ?O 型 !O 型。俺、サメ島くんは？あ、僕、O 型です。O 型。カーマン。ほら、ほら、ほら。ほら。わかる。なんか共通項。ほら、A 型。A 型。うん。超。え？A って、昔に比べると超 A の割合は随分減ったんだぜ。あの、A、O 型ってことが分かった。A! そうそう。O が入ってるっていう意思だからさ。そうそう。だから昔よりも少しまろやかになったんだぜ。昔の方がね、確かに。
千代さんは、とがり散らかってた。とがり散らかって、確かに金髪の頃時代は確かそうだね。そう、でもね、金髪でもカラコンだったからね。以下もね、隠れとがりっ子だったからね。隠れとがりっ子だったの？そう、全然怖くなくて、うん、むしろ、ちょっと大好きって感じだった。あ、同じ匂いを感じる。そう、ほら、うち、ちょっとたまにやんちゃ入ってくるじゃない、うん、やんちゃ入ってくるね。そう。うんうん、で、自分も多分そのうちの人間の一人で、うんうん、で、ちょっとスーって入っちゃって、うんうん、でも、可愛い感じで入ってきたから、うんうん、5人いれば5人従えたと思ってた。みたいな感じでやったんだけど、うんうん、鬼玉方も意外にイケイケだったから、安心した。とんがり先輩だからね。とんがり先輩だったから、これはいい事務所だって思いながら、いた。舞台系の人多かったからね。そういったエッジ聞いてる人が多かったかもしれないね。そうですね。うん、そうかそうか。どうでした二人やってみて。はい。キャラクターもね、はい、やっぱり自分自身で考えてやって。そうです。はい、そうそうすごい。ハリシカ君のキャラクターがもうどういうキャラクターだかもすでにもうなんか忘れきってるんだけど。あ、どうなんだっけな。騎士みたいな。騎士のチャラオです。騎士のチャラオ。騎士のチャラオ。はい、なんか騎士のチャラオって名前みたいな。騎士のチャラオ。騎士のチャラオです。はい。ああ。うんうんうん。はい。はい。で、どうだったの？エビシャンが、エビシャンがなんだっけ？あ、え、ピティで、え？ん？あ、考えます、考えます、考えます。え？お、え？え？じゃあ、設定、設定。いやー！いやー！そういうことなんだ！あー！どうしよう！キャラの設定。緊張してます。もう一回。キャラの設定。はい、でしょうか。滑りましたよ。びっくりした。なんか、怖い怖い怖い。すごい怖いからさ。びっくりした。私もフリーズしました、今。やばい。あの、困ってたね。ねえ、困った。びっくりした。どうしたの？何が言いたいんだ？天然です、天然。天然ちゃんなんだよ。この先輩何聞いてきてんの？みたいな。違う。天然なんてね、アニメやってたら5万といるからね。天然以外のもの見つけなさいよ。じゃあ、どうしましょう。人生頑張ってきてます。もう、一生投げれば天然に上がったるから。それで増えたんだね、天然ね。天然でも昔からいらっしゃる主人公といえば全天然でしょ。ああ、みたいな。ああ、みたいな感じの。確かに。感じじゃないですか。え、エビちゃんは何天然だって言われるの？え、いや、天然です。天然です。天然です。あ、本人が。あ、でもそうだよ。見てるわかるもんね。あ、どこら辺がやっぱ天然な感じ？もう今みたいな感じですか？あ、今もう、今みたいな感じです。今みたいな感じ。もう全体的に今みたいな感じです。さすと公式配信。テンパっちゃうんだ。テンパっちゃう。まあ、いいじゃない。ほら、養殖じゃなくて、やっぱりね、天然の状態ですから。あ、もうね、そうや、もう、価値が高いよ。希少価値が高いからね。このね、ラピードを投げつける私がどれだけ優しいかいつかわかる。そうですよね。こういう失敗も少ないから最近ね。これも愛だよ、愛。はい。わかるわよ。はい。さあ、なんか告知関係もありますからね。はい。じゃあやってもらいましょうよ。告知関係きっと終わったら少しは緊張も取れると思うので。お願いします。お願いしますよ。お願いします。はい。はい。この番組では皆様からのご意見、ご感想もお待ちしております。お便りは画面にあります赤枠部分をタップすると表示されます投稿フォームから投稿してください。鈴木さん、ゲストさん、私たちアシスタントへのメッセージをはじめ、ゲストに来てほしいキャラクター、もう一度出演してほしいキャラクターもお待ちしております。お便りが採用された方には番組特製の名刺をプレゼントいたします。ウェブから投稿するときはあなたの ID の記載を必ずお忘れなく。はい。さあ、他には何がありますかな？本日の番組の再配信は3月8日の日曜日お昼の11時から配信予定だよ。クエストも実施されるからお見逃しなく。またこの配信後に2月24日配信会の過去配信動画も配信されるからぜひよろしくね。はい、お願いします。他にもいろいろございますね。はい、そしてですね、キャスト配信のクエスト報酬もご紹介いたします。水曜日のメンテ終了後からのキャスト配信の報酬は画面の内容になっております。このアイテムもキャスト配信限定となっております。キャスト配信も同じくポイントクリア制となってますので、詳しくはキャスト配信をチェックしてください。ラピードかわいいな、あれ欲しいな。いやー、あれいいな。かわいい、お月見フレン、着物有利、良いです良いです。ね、ワンマンパジャマリタ、パジャマリタかわいいですね。ありえない格好してますね。欲しいわ。いいですね。はい、ぜひともゲットしてください。はい、他には、はい、テイルズ・オブ・ザ・レイズからのお知らせだよ。うん、ザ・レイズは2月28日にアプリ配信から3周年を迎えました。皆様、応援ありがとうございます。はい、3周年記念として豪華なキャンペーンも盛りだくさんだよ。まずは最高レアリティである魔境しか出てこない夢のような画書を開催。うん、画書画面が虹色に光り輝く、その名も
魔境オンリーミラクルレインボーガシャが最大20回無料だよ。本ガシャを引ける10連ガシャチケットはログインボーナスで1枚、パネルミッションコンプリートでさらにもう1枚、最大20回ガシャにチャレンジすることができるよ。そして今年もやります、最大100回ガシャ無料キャンペーン。魔境オンリーミラクルレインボーガシャ最大20回分のガシャを含め、期間中に10種のガシャがそれぞれ初回10連無料だよ。ラインナップもとても豪華になっているから、なっているよ。現在開催中のガシャは攻略戦リトルクイーン、ラインナップは続々更新されていくから、こちらはアプリのお知らせや特設サイトでチェックしてね。はい、レイズさんのね、運営さんマジで神ですからね。すごい、レイズは神、ありがとうございます。でもすごいね、魔境しか出てこないってすごいね。いや、ほんとに他にもありますね、レイズは。はい、はい、ザ・レイズはリリースから3年を経て、参戦キャラがなんと150人を突破いたしました。すごいね。3周年を記念して参戦済みのキャラクターたちを一気に仲間にできちゃうキャンペーンを実施しております。歴代の英雄たちとザ・レイズの冒険の旅をお楽しみください。そしてまだまだあります。期間限定でイベントシナリオが読み放題。見逃したあの名シーンも今ならまるっと読めちゃいます。ぜひこの機会をお見逃しなく。そしてですね、ザ・レイズ3年間の数ある名シーンの中から最も推せるシーンを投票の形で大募集しております。1位に選ばれたシーンはテイルズ・オブ・フェスティバル2020で 3D モデルとフルボイス化したスペシャル映像として公開いたします。皆様からのたくさんのご応募お待ちしております。 3D モデルって最近すごいよね。何でもできちゃうよね。本当にすごいです。はい、そして、はい、そして最後にアプリ配信3周年を記念した超豪華生配信テイルズ・オブ・ザ・レイズサードアニバーサリーパーティーが決定。豪華キャストと一緒にお祝いしましょう。配信は3月13日金曜日20時からを予定しているよ。出演者は MC にルーク役の鈴木千尋さん、そしてリクス役の花江夏樹さんとミリーナ役の照井遥さんだよ。 YouTube ライブ、ニコニコ生放送、ペリスコープで配信予定。周年のお祝いはもちろん、その後のザ・レイズの展開も丸分かりなマル秘情報も盛りだくさん。お楽しみに。ザ・レイズ3周年情報は特設サイトをチェックしてね。はい、こないとも出ますね。ヘリーちゃんもなかなか本当の天然ですからね。なかなか楽しい番組だと思いますよ。どんどん画角から出てくからね。あこれがこんなだったりしゅーっていうね。いない。ヘリーちゃんの中に入ってっていうね。ファミリーの底だよあれがいいんですよ。あれがいい。かわいい。彼女のいいとこです。はい、なるほど。なんか告知関係ありますか？はいはいはい。ヒガちゃん。ツイッターに猫をいっぱいあげてるから私の猫を見てくれよ。そうか、ラピートじゃなくて猫見てくれよ。そう、そうです。見てやってくれ。はい、じゃあご覧になってください。さて、来週3月9日のゲストでございますが、テイルズ・オブ・ファンタジアからチェスター・バークライトの伊藤健太郎さんでございます。伊藤健太郎さん、久しぶり。これまた。はい、今回どんなトークかお楽しみに。はい、そして来週のアシスタントは永井くんと宮川くんが担当する予定でございます。よろしくお願いいたします。はい、以上テイルズオブニュースでございました。2人ともお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。もう大丈夫でしょ。もう大丈夫です。もう大丈夫だぜ。いやいや、もう余裕だぜ。余裕ではないです。大丈夫です。でも出し切りました。あと10分ちょっとありますからね。はい、はい、さて、ふつおたいただいていると思います。はい、紹介してくださいな。はい、紹介させていただきます。ハンドルネームよもぎさんからいただきました。ありがとうございます。ございます。鈴木さん、森永さん、アシスタントさん、こんばすだ。こんばすだ。12月にテイステがありましたが、その時ふとリタとゲームと舞台でリタを演じている方全員の名前が頭文字がリで2文字の名前だと気づきました。この偶然自体は大したことではありませんが、不思議なつながりというか縁のようなものを感じて少し感動したのを覚えております。森永さんは小さくも不思議な偶然に遭遇したことはありますか？よければお話をお聞かせくださいというお便りです。なるほど、偶然ってやつ。小さくも不思議な偶然、なんも今思い出せんなんも今思い出せんよ。なんか二人はそういった、あ、こうやってもしかして偶然だったけど今考えるとすごかったなとかってあったりする？
偶然は、あ、でも、うん、ちょっと、鈴木さんに関してなんですけど、僕ですか？はい。僕、専門学校の時に、はいはい、に、鈴木さんが特別講師で、たまたまいらっしゃってくれた時があって、うんうん、あれその時いたっけ？僕いました。あ、そうなんだ。はい。その時僕が2年生で、ちょうど、ちょっと短い時間ではあったんですけど、レッスンをしていただいて、はいはい、で、その後にこの、アンバサダーチャンネルの出演が決まって、なるほど。で、そこでたまたま、鈴木さん、あの、そう、鈴木さんだという。それ嬉しい。あ、それワンちゃんの話だったもしかして。あ、ワンちゃんの話です。そうそう、ワンちゃんのいいお話のところ、うちの作品持ってるんですよね。店長さんの秘密というやつで、ワンちゃんを拾ってきちゃって、ある男の子が。で、男の子がワンちゃん拾ってくるんだけど、店長はワンちゃんが大嫌いっていう設定だと思い込んでるから、アウトドアショップのみんな、隠せ隠せ、店長に使ったらクリーンなんぞってなってたんだけど、実は店長は、ワンちゃんを昔もう亡くしちゃったお父さんと一緒に。その時の心の傷があるから、やっぱりワンちゃんと対峙することはできない。だからここに拾ってきたワンちゃんのとこを抱っこした時に、最終的には昔のことを喋りながら、もう一回、なんかこう一緒に、こう、なんかここで暮らすかみたいな感じの流れになって、アウトドアショップの看板犬になって終わるって、最後に名前をもう一回、過去のワンちゃんの名前を命名して終わるって、すごくいいストーリーのやつ。心温まるね。アートウォームのやつがあって。あ、拾ってきたやつ、役者募集して。あ、そうです。僕は、あの、副店長の役でした。あ、副店長、あ、そうそう。兄弟。そう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 。店長と、その、弟の。はい。そういうやつ、兄弟のお話みたいな。何個って、ここかわいいですよね。ここ親から座ってるとき。ここかわいい。ここバサッと。ここがなんか、背筋スーって伸びてる。なんかこう、犬種にもよるよね。うちパピオンなの、ここバサッと。バサッと。ここかわいくないですか？ここ綺麗にやっぱブラッシングしてあげると、なんかちょっと。立派に見えるじゃん。かわいいってなる。あとお尻がやっぱこうあるんだよね。ちゃんと綺麗にこう丸くなるように、こう。かわいい。さささささ。まあ、そういう偶然とあるんだね。ありました。はい。どう？エビちゃんどう？あ、私、あの、地元から出てきたんですけど、あの、2回ぐらいまであったんですけど、地元の友達とばったり駅で会うっていう、その東京の駅で会うっていうのを2回会って、その子は旅行できてて、で、私は普通にプライベートでこう、息を使ってら、ポンポンって叩かれて、エビちゃんじゃんって言われて、それが2回あって、すごい偶然だなって思いました。そうなんだ。あります。私目撃され率超高いです。なんか本当に喫茶店で友達とお茶してたら、隣から男の子が森永さんですかって聞いてて、あ、うんって言って、どうしたのって聞いたら、あ、テイルズ好きなんですよって言って、普通声でわかるみたいで、あ、そうだ、とかで飲んだり食べたりしてガッハッハーとかやってたら、普通にその店員の男の子が、森永さんですかって言って、テールズ好きなんですよって言ってきて、マジかっつって、一緒に写真撮ろうよっつって、写真パシャーみたいな。へぇー、どうなんだ。いい記念になったね、嬉しいね、みたいな感じで。よろしくなって言って、そんなことばっかりです、人生。年に何回買うんですよ、私。見つかるじゃないけど、なんかこの横浜、昔ね、なんか20代の頃ですよ、横浜の大道芸見てたら、そのなんかパントマイマーの人。で、お客さんのところに矢印をもたらして、それでこれで自分自身のことを矢印さしてくれるんですよ。で、僕は遠くの状態で見てたわけですよ。横浜の方でね。で、先輩のそのなんかイベントだとか見に行ったの。で、行ったら、ちょうどまっすぐ来て、そのまま矢印を渡されて、で、ジムジの方をビビってやってくれって言って、これめちゃめちゃ目立つじゃん。で、しょうがないからそのまま自分でこうやってたら、終わりくらいの時に鈴木さんですよねって思って。わかってる。違いますとも言えないけど。嬉しいやら恥ずかしいやら。めちゃ面白い。そうそうそう、めちゃめちゃ目立つって。ここにいるよっていう。これここにいるよみたいな感じ。めっちゃいいですね、それ。でも、声かけられるの平気派ですか？僕結構、まあ、あの、普通に来たらいいんだよね。こう握手するのがね。私もね、全然平気。そうそうそう、恥ずかしいけどね。そう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 。なんか、とんでもねえとこ見られちまったなぁ、みたいな。どういう瞬間だよ。逆にそれが気になるから。すごいさ、すっぴんでさ、汚いけど、声だけでバレちゃった。ああ、それは声やっぱ特徴があるからしょうがないよね。タイミングでおめえ声かけてきたなって思いながら、なんか向こうもそれなりに勇気を出してさ、声かけてくれると思うとさ、なんか愛しくなっちゃって、仲間みたいな。もうお前結構友達でいいや、みたいな気持ちになっちゃう。前々はでも僕ら
記憶やっぱあるよね。すごいわ、私は本当に。某ハムスター系のアニメーションやってる時に主役のね、マリア・クルミさんがね、ね、居酒屋で飲んでる時にね、マリアさんがね、って違いますって言ったらもう一発でバレたって言ってた。いや、違うやん、ハムスターやんって。またなんか、違いますって言ってほしい人ですって。そうそう否定したんだって、ケントさんちゃん言ってるって。絶対無理だよ。めっちゃ本物。そうそう。完全に一致と。面白かったな。そうなんです。だからなんかイベントのタイミング、ティーフェスの時とか、はいはい、こうなんか、あ、リカちゃんって声かけてきて、あとでねーみたいな。後ほどみたいな。後ほどみたいな。親戚みたいな。そう。バイバイって感じ。いつもそんな感じ。いいね。はい、あ、そうそう、クエストランキングを先に発表しておきましょう。はい、うん、10位からいきましょう。10位はシュンアメル隊長。はい、9位はツルポンさん。はい、8位はひなたさん。うん、7位はあずみんさん。うん、はい、6位はりょうさん。うん、5位はつばささん。うん、はい、4位はリップスさん。うん、はい、3位からいきましょう。3位はヤコさんです。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとう。はい、そして2位は、うん、月夜さんです。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、そして、栄えある1位は、ドルル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 さてさて、まだちょっと時間5分ほどありますね。他にありますかな、はい、はい、お願いします。じゃあ私から、うん、野高アット4月までプーさんからいただきました。しーちゃん、はい、リカさん、こんにちは。こんにちは。今日卒業式でした。仲のいい友達は中高一緒だったんですけど、うん、大学は違うので不思議な気持ちです、うん。もう少ししたら寂しくなってしょんぼりしそうです。うん、しーちゃんとリカさんは卒業式で泣く方でしたかといただきました。どうでした、キヒロさん卒業式。卒業式の時にはなんかね、あの中学校の時はもう歩いて30秒だったから、うん、目の前だったので悲しいという気持ちはなかったよね。あ、もうここに通わないなって言っていつも撮ってるから。高校は結構遠かったね。あの自転車で90分ぐらいかかったから。うん、だからもう通わなくていいんだ、ほっとしたね。なんか第2ボタンとか、うん、プチ。ふいとかやったりしなかったです。なんかね、周りの人やってましたよ。そう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 、こうモテモテ系の人。モテモテ系。モテモテの人。全部なくなる。なくなる。高校時代の時はあのいわゆるこうジッパー。あ、かっこいい制服ですね。そう、こういうやつだったんで、だから起きれないじゃん。だからなんか先輩に聞いたら、いやでもやってたらどうしたんですかって、これ全部切って。で、あの二人だったら片方ずつ上げてた。チッパーの。え、それマジですかって。このオスとメスみたいな。そうそうそう。最高で二人上げることができる。おお、すっ、おおっていう。すごい。チッパーもびっくり。びっくりだよね。まさかそういうことになるとはね。うん、離れてくると思う。スパイだったのにわしら。何ってことだよね。なんとどうだったえ、その、中学とか高校とか、あれ大学とかもあったかな。はい、大学はまあ途中でドロップアウトしてますけれども、じゃあ中学、中高はもうさっきの応援の話を今日分かる通りに、もう、はいはい、うおもう号泣か、悲しいみたいな感じでした。でももう、なんかこう翌日にもう髪の毛絶対染めてやるからな思いながら、いや卒業しましたね、悲しく。そっか、中学の時ね、うちね丸坊主だったんですよ。この指から出ちゃいけないってとこだったんで、だからようやく髪伸ばせるっていうのが嬉しかった。その喜びがね。そうそう、でなんかうちの親父がね頭買ってくれたんですけど、うん、あのアタッチメントをつけるのを忘れちゃって、なんかボブ狩りが五輪狩りになっちゃって、サンプラスがなくなみたいになっちゃって、もう学校に行くのが嫌でしょうがなかった、ね、出家みたいじゃない俺はどうしたみたいな感じで、サンプラスじゃんって言われて、やめてくれよって心痛かったね。そうね、なんか二人はなんかそんなエピソード軽くありますか？最近でしょ、もう最近でしょ。そうですね。どうよ、どうよ。式では泣けなかったタイプです。戻って、あの教室でちょっとわちゃわちゃしてる時に泣いちゃうタイプでした。さらば先生とか言ってたら、ああ、そうそうそう、なんか雰囲気で泣いちゃう。なるほどね、あと、なんかやっぱ式って、親御さん、うん、親がいるから、なんか恥ずかしいっていう。大人。寂しいからちょっと軽くね。僕、はい、高校が演劇部だったんですけど、はい、高校の演劇部で、後輩たちが多目的室に集まってほしいって言われて、で、行ったら、なんか、うん、突然サプライズみたいな感じで、みんなが色紙をすごい書いてくれてて、で、それを渡してもらってっていうので、もう今はもう家に飾ってます。あ、それはいいね。復活ね。復活ね。なんか、あった美術部だったからさ。ああ、私もなんか美術部でした。そうそうそう。部長に憧れてね。
高校生の時に、はい、で最終的に3年になって部長になったわけよ。あ、やっぱなんかちょっとね気持ち的になんか嬉しかったよね。あ、素敵ですね。そう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 、部活って結構でかいですね。そうですよね。確かに。確かに。そうそう、さあぼちぼちね、はい、終わりの時間も近くなってきましたけどもね、はい、フェスティバルもう卒業も含めたりですけども応援ということで、さあ今年はどんな感じにこうしていくというかなると思う？リカちゃん的には応援でね。もうなんか最近さ、土曜日がちょっと真面目ですごい素敵なお話、はいはい、ステイとかもそうだけど、感動的なものにキーで、うん、日曜がカオス会になってる、はいはい、結構ねバラエティ的なものが強かったりね、はい、また日曜なんすわ完全にバラエティ班の匂いがプッとしますけど、どういうことじゃと思いながら、なんか多分またはやくちゃんな感じになると思いますじゃあ同じ方の入り口から出てくるのかな、ね、出てくるといいな、楽しいですよね。はい、ぜひともよろしくお願いします。楽しんでくださいませ。はい。さあさあ、じゃあ、お別れの時間でございますね。はい、じゃあ、フェスでよろしくお願いしますよ。お願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。それでは、テイルズ・オブ・アンバサダーチャンネル、お相手は、テイルズ・オブ・アビス、ルーク・フォン・ファブリ役の鈴木千尋と、テイルズ・オブ・ベスペリア、イタ役の森永リカ。はい、エビちゃん、サミシンもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さて、また来週この時間にみんなと一緒に遊びたいと思いますが、最後は俺は悪くないで締めたいと思います。うん、はい、エール使ってくださいね。アイテムゲットできますよ。じゃあ行きましょう。せーの。俺は悪くねー。